はい、それではご質問いただいてますのでお答えしていこうと思います。こんにちは、こんにちは、質問です。私は主に自分の使わなくなった化粧品などを売っているのですが、メルカリ、ラクマ、ペイペイフリマに出品した場合、やはりメルカリが一番売れるのでメルカリに出品してしまうのですが、できれば手数料の安いメルカリ以外で売りたいのです。商品によってどのフリマで売るか分けていますか？それとも同時に同じ商品をいろいろなフリマに出品した方がいいですか？というふうなご質問いただいてます。これについてお答えしていこうと思うんですけれども、まず最初にお伝えしておきたいことは、僕はですね、ある同じ商品を複数のフリマアプリに同時に出品するというようなことをやったことは、ただの一度もありません。はい、でこれがなんでダメなのかということをまず解説しておきたいんですけれども、一つ目はですね、まず手間単純に手間が増えちゃうからですね。はい、複数に同時にこう出品する、単純にですね、出品する手間が2倍3倍になるということですね。はい、合わせてですね、管理する手間も2倍3倍になりますね。はい、こっちで売れたらこっちのアプリのやつは消してっていうことになってくるので、もう手間がですね圧倒的に増えてしまいます。はい、そしてもう一つの理由、これがですね、アカウントの停止リスクがあるということですね。はい、どのフリマアプリもですね、おそらく無在庫転売、これを禁止にしていると思うんですけれども、ある商品が同時に売れてしまった場合にですね、後から売れてしまったフリマアプリの方はこれはもうほぼ無在庫転売と変わらない状態になってしまいますよね。はい、なので、アカウント停止リスクがかなり高くなっちゃいます。例えば、同時に売れることはないよって思うかもしれないんですけれども、例えば夜中とかですね、深夜寝ている間に売れちゃった場合、時間差で売れちゃった場合でも、翌朝目が覚めたら両方で売れてしまっているというような状態になっちゃいます。はい、これをですね、回避することが重要ということですね。仮にですね、2個同時に売れちゃった場合にはですね、片一方何か言い訳をしてキャンセルするしかないんですけれども、その時にですね、違うフリマアプリに同時に出品して売れてしまったので、キャンセルをお願いしますみたいなことを言ってしまった場合にはですね、これは無在庫転売と変わらないので、アカウント停止されるようなリスクが非常に高いということです。はい、なのでこれはやりません。はい、そしてですね、次の質問なんですけれども、メルカリ以外に手数料の安いフリマアプリで出品したいんですがどうですかというようなご質問だったと思うんですけれども、これはですね、過去の僕の動画の中にある、ラクマ、ラクマの手数料は本当に安いのかというような内容の動画があります。これをですね、ぜひちょっと確認していただきたいんですけれども、表面的に見ると、手数料はラクマの方が安いんですけれども、実際ですね、ラクマの発送方法を使って出荷した場合にですね、メルカリとそんなに変わらない金額になってしまうよということを解説しています。で、実際のところ、そのラクマとかメルカリよりも安い発送方法を自分で持っている方は別になってきますが、基本的にはですね、メルカリ便だったりそのラクマで用意されている発送方法を使うと思うので、その場合ですとラクマで出品してもですね、商品の1個あたりの、売れる金額が2000とか3000を超えてこないと、メルカリよりも実際は高くついてしまうということになるので、ちょっとそっちの動画を確認してみてください。はい、で合わせてですね、ラクマの方に出品しているっていうののリスクとして、購入者側もですね、ラクマの方が手数料が安いっていうふうに考えているってことがあります。はい、メルカリよりもですね、ラクマの方が手数料安いんだから、メルカリよりもですね、安く売ってくれよっていうふうな心理がですね、あるんですね。でも実際蓋を開けてみると、先ほど説明した通り送料を引いた場合に手数料実際は変わらないとかですね、ラクマの方が実際は高くなっちゃうということが発生するので、結局トータルで見た時にはですね、ラクマの方が損になるような可能性が出てくるということですね。はい、そこですね、実際のその商品ごとによって計算して見てですね、一回ですね、確認してみてもらえればなというふうに思います。はい、で買えるとすればですね、メルカリで売るのかヤフオクで売るのかっていうことですね。ここの選択肢は若干変わってくる部分があります。はい、ヤフオクで売りやすい商品だったり、メルカリで売りやすい商品だったり、ここは使い分ける必要があるんですけども、これもですね、いろいろな動画の中で解説はしてるんですが、例えばヤフオクで出品する場合にはですね、ジャンク品を売る場合はヤフオクの方がおすすめですね。メルカリはジャンク品とかですね、返品不可のものを出品できないので、どちらかといえばヤフオクの方が向いてるかなという感じですね。あと、そうですね、腕時計とかも僕は基本的にはヤフオクの方がいいんじゃないかなというふうには思ってます。
。はい、で相場の安定しているもの、ヤフオクのですね落札相場はですね基本的にオークファンというサイトを使って、検索したりするんですけれども、入札件数が多いものに関しては、基本的にですねヤフオクで出品して1円出品だったり100円出品だったりをしてもある程度その相場に近づいて落札されるっていうことがほとんどなので、そういった点を考えた時にヤフオクに出品した方がいいんじゃないかっていうようなことを、考えられます。はい、そこでですねこうどっちに出品するかっていうような住み分けをしていくのがいいと思うんですね。はい、はい、ということで、まとめますと、まずですね同時に複数のフリマアプリに出品するということは、やめた方がいいと思います。はい、そしてですねメルカリに売るのかラクマに売るのかヤフオクに売るのかっていうのはですね商品ごとに変わってくるのでちょっと一旦ですね商品を検索してみてもらってで、まあメルカリに出す場合ラクマに出す場合だったらちょっと手数料と送料を合わせて計算してみて、どっちの方が安いのかなというのを計算してみてもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。というような感じです。はい、で、このチャンネルではですねこのように今ですね、コメント欄の方から、転売に関する疑問とか悩みをご質問いただいて僕が動画で返信するっていうようなことを行っていますので、ぜひですね、チャンネル登録をしてもらって、そういった悩みのある方はですねコメント欄から相談してください。はい、で、そのコメントでのご質問に対して、まあ、これ動画で返した方がいいんじゃないかなというものに関してはこうやって動画で返すようにしてますのでよろしくお願いします。はい、ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。バイバーイ。